最初に私がやります。ちょっと緊張します。これは赤い色です。この色がこの色が体にすり抜けます。はい、ちょっとすり抜け、ちょっと痛い、ちょっと痛いけど我慢します。はい、1、2、3、はい。北京の弟子、禅師平田あるね。生まれは中国、広島県。私の一番弟子、禅師星あるね。你好。いつもは私の上司だけど、今日だけ私の弟子になりますので、よろしくお願いします。張さん、李さん、ブラボー。張さん、李さんに負けないように頑張ります。では、はじめに、この、箱の中にね、赤いバラ、ね、そしてもう一本白いバラが、ね、ありますね。はい、ではこの中には何の色の花が残ってますか？赤。赤。オッケー。あら、ない。ないね。ないね。もう一度しようかな。もう一度いくよ。次は。赤いバラ、ね、あれがどうって何て言ったかな、シェ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 、白いバラね。では赤いバラね、氷よ。ではこの中に何色のあの花があるかな？あるある、ない。ない。あるある、ない。あるある、ないね。はい、実はこの会場にね、詳しくは申しませんが、私のね、師匠がおるんですよ。マジックの師匠の子孫がおるんです。ほんでね、いっぱい教えてくれるんやけどね、師匠が。今日お師匠さん来てないけどね、お師匠さん厳しくてね、ネタバラシをしたら怒られるんですけども、今日はせっかく皆さん来ているの、特別今のネタバラシ簡単にできますね。こうなっております。100均へ行ってこんな売ってますので、貯金貯金で切ってこれでテープで留めて、この白さあればお教えできます。コツは簡単、ただし赤いバラ、はい、次白いバラ、このまま置いたらダメよ。こう隠しとかなあかん、こっちへ、ね、また家出してください。師匠の子孫さん、黙っておいてくださいね。はい、次行きます。これね、綺麗な絵本があります、ね、はい、絵本でしょ、はい、私の一番弟子ホッシーさんがすごい能力を持っております。ここをね、私トントンでしょ、見てください、こう見てくださいよ、はい、はい、もう一回いきますよ、これ綺麗でしょ、はい、グー、はい、消えました。おー、もう一度トントン、はい、ここ触ってね、はい、あ、
ちょっと痛かったな今の、ね、はい、また元へ戻りました。おこの人しかできませんよ。見てくださいよ、あなた締めて本当にしてください。消えないね。おはい、グッドグッド、ほら消えました。おお、はい、はい、この本ね5000円で売っておりますので、ご存知ください。では次いきますよ、これね、ホスターさん、後から言うけど、ここ置いとくからね、私が言うたらその通りしてね、はい。